リーンは地面に浮かべ合った文字を読んだ。十二の月には定められし配列がある。祭壇に刻まれたただ一つの正しき順序を読み解き、像を安置せよ。すべてを正しき配列に並べた後、中央にて夜を呼ぶ呪文を声に出して唱えすとき、ジャイラは、ジャイラの奇跡は姿を現さん。夜を呪文呪文、ラナルータだろこれ。魚の祭壇、始まり1、始まり1でしょこれ。猫の次、猫の月、7じゃない、1の月の像は始まりの月の像と呼ばれる。この像には6以下の数字の、だから5、4、3、2だろ、数字が3つ大きい。この祭壇には狼の祭壇より数字が狼の祭壇、6以下で3つ、2、3、4、10と11は隣り合って、月の像の数字を比べると竜の祭壇より こんな感じかな。3、2、5、10、11、8の多分ここ9だと思うんだよね。合ってても、合ってたらそのままいっちゃいますけど、合ってなかったらまたどっか違うんだろうね。違うか、ダメか、いいのかこれで。オッケー、いけた。いいんだよな、合ってるってことか。さあ、姿を現した際、ジャイラの奇跡、何回か失敗してね、ここは合ってんなっていう消去法でねやっていけばいいじゃないか。最初のとこはもう決まってるので、紙にメモった方がいいかもね。まあ今の答えですけど、当たってましたね。時間の都合上ちょっとカットしましたけど、さてボスだよね。あれがジャイラの奇跡？ここまで連れてきてくれてありがとうね、リーン。魔法師？どっかで見たことあんな。我が名は魔人ジャイラ。
この地に封ぜられし古の奇跡なりよくぞ我を蘇らせてくれた。どういうことな魔法師。魔法師マジか。そう、あなたがジャイラの奇跡の状態だったのね。それならあなたに願うわ。ラルを助けて彼にかかっている呪いを解いてほしいの。愛しいリン、我が愛した夜の民の末裔よ。え、こっちが夜なんだ。違うのか。我は誓いを決して破らない。お前の望みは叶えよう。我は古来より代償と引き換えに願いを叶える力を与えてきた。リン、お前の願いを叶える前にお前の先祖たちの昔話をしてやろう。その時代、太陽の王国の侵攻により夜の王国は滅び去ろうとしていた。時の王は太陽の王国を滅ぼす力が欲しいと我に望んだ。我はその代償に値した案件で王自ら、娘を殺し生贄に奉ぜよと命じた。捧げよだ何の話をしているの。しかし奴は我を裏切った。王は愛する娘に我の短剣を手渡し遠くへ逃げよと告げたのだ。長い間愛し慈しんできたか。夜の民のかつてない裏切り。豪快に間違えるね我はその報いを与えんとこの手で夜の王国を滅ぼした。そして力を使い尽くした我が身は太陽の王国の民によってこの神殿に封じられ長い長い眠りについたんだ。さしたかリンよ、時は来たのだ。ついに失踪した夜の王国の王女、その魂を受け継ぐ娘が生まれた。我はその娘の持つ探検に神殿を映し出しここへと導いたのだ。幾千年にわたる血の代償を払わせるために。お前は逃げた王女の生き写しだよリン。私が滅びた夜の民の生き残り？逃げた王女の生まれ変わりなの？それが私の始まり？さあ我に血の代償を払うのだ。さすれば願いを叶えよう。惑わされるなリン、君の居場所はこんな薄暗い廃墟じゃない。魔人よ、俺はお前を倒してリンを太陽のもとへ解き放つ。ラール、そうね、約束したもの、あなたと一緒に未来に生きるって。カカカ、小気味良いな若造。復活を遂げた夜を滑る魔人の力見せてくれようぞ。貴様らは知ることになろう。深淵の果てにある未来永劫の闇を。さて、戦いながら学んでいきましょう。ジャイラジャイラ、マリーンとかじゃないんだね。今かけとこうか。ムーンライトクロス、追い風、わかんないから何やってるかわかんないからね。あ、眠りの息、あ、跳ね返ったんじゃない、跳ね返った。眠ってる敵に、あ、これだ、ドラ、いい。あ、目を覚ました。あ、いいね。あ、結構食らうな。
がとう。なんか使ってくんのこれ多分。闇耐性が下がった。ダークナイトイッチ。眠りの息、跳ねたいよね。あ、いや跳ね返ってね。追い風は使っといた方がいい。ムーンライトクロス。強烈な一撃でひるませる。ラウルに怒り。あ、まずい。ショックを与えた。ショック中には効かないよね。あ、下がるよね。OK。まあちょっとしたゴリ押しっぽいような感じもするけどね。これだ。多いね。チャンス。闇も下がってる。OK。こっから真の夜の訪れよう。何呪文封ぜ。しびれない。呪文封じられてる？あ、マジか。え、何これ。追い風が溶けた。あ、え、何それ。なんだそれ。多分今のやり方で合ってんな。この時まずいんだよね。なんかやってきたよね。呪文を封じて、なんだかんだ言って、これ解けるんじゃねえかって。愛しい輪、我はお前が欲しい。縛り、あ、これか。あー、しまった。何なん使ってくるのか。何それ。なんだか、なんかやってくんで。で、これで防ぐでしょ。で、なんか、金縛りがどうとかってやってくるから、多分これだね、キラキラボン。え、そっち、ラウルにかばわれた。ラウルにあんのか。
初見殺しもいいとこですね。4回ぐらい死んでますね。でもやり方わかりました。やってくることが、まあ、なんだろう、こうパターン化してるって言わんかな。最初ブレス吐いてくるので、まあ、それ跳ね返すときに、これ食らうので、まあ、ずっと待っとけば、ね、連続で2回受けて、あ、目覚ました。早っ。マジかよ。まあ危ないけど今食らわせられるチャンスなんで、まあ、いけなくはないけどね。あ、大丈夫か。ラウルが何かやってくれるんで、おそらく。なんか変な呪文みたいなの唱えてくるので、まだか。オッケー。ああ、今チャンス。満月くん、ほら1000ぐらいか。ここで、ムーンライト、あ、まだか。なんだかんだやってくるから、これだ。で、キャンセルするでしょ。キャンセルして、何も使えないんだ。で、ここで、これをラウルに、かばってるので、カバーれたって大丈夫よ。それでカバーうのをやめたと思って、スタッチャージデイブレイカー、なんだこれ。なるほど。だから2回死ぬことになるね。やんないと、ちゃんとやんないと。おのれ、人のみの分際で神を忌み始めるとも。この神殿こそ押しつぶしてくれるわ。月の像よ、我の力を解放せよ。なぜだ、どうしたというのだ。我が力がなぜ封じられている。貴様か、ラウル。俺が月の像を抜き取っていたことに気づかなかったか。魔人、いや魔法の帽子よ。正体を表す前からお前のことは怪しいと思っていたからな。貴
様は何者だ。アラハギーロの民がこの近隣で消える事件、それを調べるため俺はこの遺跡に来た。その忌々しい陽光のごとき瞳、もしや貴様は。俺は太陽の王国の末裔アラハギーロ王アラハアルラウルだ。おお、か、面白い。こっちが太陽だったんだ。さあ魔人よ、闇に帰る時間だ。俺は貴様を倒して夜の神殿の呪わしい歴史をここで終わらせる。リーンを血の呪縛から解放する。太陽の貴様に引導を渡されるとは、これも運命か。しかし娘への情にほどされて取り返しのつかない過ちを犯したな。貴様の体すでに限界であろう。貴様が受けたのは今も現世をさまよう夜の王国の民たちの怨念、逃れられぬ死の呪いぞ。死せる夜の王国の民たちの怨念によってアラハの王が耐えるとは。真に恐ろしきは人の恨みよ。ラール、に許してくれるか。何を許すというの。君の出自を知りながら俺は黙っていた。君の探検を見たとき気づいてしまったんだ。俺の祖先が攻め滅ぼした夜の王国、君はその生き残りだと。そんな巡り合わせって。泣かないで。笑顔を見せてくれ。君との冒険は本当に楽しかった。最後に君の望みを叶えたかった。違うのよ、ラール。私の望みはもう叶ってたわ。あなたに出会えた。それだけで私が生まれてきた意味はあったの。あなたは私に未来をくれた。王なんてつまらない人生だと諦めていたが、君と出会えたことだけは悪くない。過去の呪縛から君を自由にできたこと、それが俺の生きた価値だ。幸せになれよ、リーン。マジか。ラウル、あなたがいないのに幸せになれなんて本当に仕方のない人ね。魔法師、聞こえているんでしょ。代償と引き換えに願いを叶える。あなたはそう言ったわね。お願いがあるの、聞いてくれる。私は私自身を代償としてあなたに差し出すわ。本当にいいの。その言葉はリーンが思っているよりずっとずっと残酷だよ。リーンがオイラを受け入れてその身を捧げて契約するってことは、人として生きる幸せを全て失って、おぞましい魔人となり果てる。それは暗く冷たい夜の底で永遠に過ごすってことだよ。私の未来は私が選ぶ。これはラウルが教えてくれたことよ。私の未来にどんな闇が待っていても全てを受け入れる。だから
ナルを助けて。よかった、マジで。うう。失礼。君。待って。リン。リンという名の娘を知らないか？そんな娘知らないね。賢者マリーンだよね。そのリーンなの？でもこれバージョン1で、あんななっちゃったの？どうしてああなっちゃったの？まあ違う、どうしてああなったっていうか、マリーンでしょこれだって。やっぱマリーンだよね。
せっかくオイラが合わせてあげたのに本当に良かったの？あの人が生きてんならそれでいい。これの妹いたよね。リンはもうどこにもいない。じゃあそれがどういうつながりなんだろう。あんのかな、まだなんかね。リンがマリーになっちゃった。それはびっくりだ。この私は魔に見られた女マリーンさ。ジュリアンテ、そうだ、ジュリアンテだ。妹、それは少女が選び手に入れた二人の未来。リーンの記憶の物語はここで終わる。で、何年か経ってボッコさんに倒されてるんでしょ。どういうことだこれ。まだなんかありそうだな。これはちょっとやるせないエンドだ。あの帽子の時点で感が鋭かったら気づいてたかもね。いや、分かんなかった。これはね、すごい、ね、ってことは、なんかあったんだな。おそらく。おかえり、ボッコ君。ついに、記憶の本の中でリーンという少女の冒険の思い出をすべて呼び起こしてくれたね。君のおかげで、つい先ほど、記憶の本のタイトルが浮かび上がってきたよ。君って最高だよ、ボッコ君。君が読んだ本のタイトルは、リーンの選択とマリーンの誕生というんだ。とは、今から300年ほど前にあった少女リーンの冒険の思い出が刻み込まれた本だったみたいだね。300年ですごい変わっちゃったよね。実はこの図書館に集まってくるのは何かの理由で閉ざされてしまった記憶なんだ。だけどとてもとても大切な記憶。君がその記憶を呼び起こしてくれたことで、その人はもう一度思い出と向き合って胸の奥に抱くことができたはずさ。僕が君を選んだ理由、それは人の思いを託され背負える人だと感じたから。君を選んで本当に良かった。ありがとうね。もしかしたらいつの日か別の誰かの記憶の本が生まれてくるかもね。その時はもう一度手を貸してほしいな。マジかよ。だから要はマリーン戦いますけどね、今ね。まあちょっと強戦してこれだもんね。だからこのジュリアンテってどう、妹だけどどうなのって話だよね。もう最初すげえ強かったけど、今やもう楽勝なんで。まあ、オーブもらえるんでね。呪術師マリーン。
これリーンなんでしょ、すごいよね。リーンよ、さらば。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。